はい、はい、ええ、ちゃんと小島への移動通知書は私が持っております。社長、あの、一つお願いがあるんですけども、あの、小島をですね、地方に飛ばす前に今一度チャンスを与えてやってはもらえませんか。はい、確かにあいつはミスも多いです。しかし、あの、今一度、あの、私がちゃんと指導しますので。はい、もちろん次なんかあいつがやらかしたらすぐこの異動の事例僕が突きつけますんで。はい、お願いします。はい、失礼します。お疲れ様です。おお疲れ様です。ちょっとお前来いよ。はい、お前またこの間クレーム処理でミスしてお客さんカンカンに怒らせたらしいな。あ、いやいや違うんですよ。なんだよ。超大変だったんですよ。聞いてください、ほんと大変だったんですよ。なんだよ。なんかね、うちの商品がこう届いたらなんか壊れてたらしくて、そしたらお客さんがもうめちゃくちゃ切れてきて、もうマジもう大変でしたよ。普通のクレームだろお前それ。ザッツクレームだよな。いいか、そういうお客様の怒りを鎮めてまたうちの商品を買っていただく、そこまで含めて全てでクレーム処理って言うんだよ。いや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 、そう言いますけど、ほらどうしようもないクレームっていうのもあるじゃないですか。このマニュアルがあるだろ、お客様対応マニュアルが。これ見れば大体のことは解決するんだよ。これ読んでないだけなんだよお前は。いやでも、いいか、今までな、私は一件たりとも処理できなくてクレームはないぞ。一件たりとも、これを読めば分かるだろお前。いやいや、お前逆にこれがあったら小学生だってできるぞ。いやそう、お前の勉強不足なんだよ。ちゃんと勉強しろ。はい、ヘルスパートナーお客様相談センターです。おい、これ、はい、お前んとこだよ、あの、あれだよ、あのエアロバイクあんだろ、エアロバイク。エアロバイクを、はい。あれ買ったけど、お前壊れてんじゃねえかよ、お前。大変申し訳ございません。あの、具体的にどの部分に欠陥があったんでしょうか。あれだ、あの、ペダルだよ、ペダル。ペダル。漕いでる時によ、ペダルがお前取れたんだよ。ああ、そうですか、申し訳ございません。おお、それでよ、お前、はい、そこに足引っ掛けて、お前、怪我して血が出てんだぞ。どうしてくれんだ、こんな野郎。大変申し訳ございません。おい、それだけじゃねえかんな。はい。あとあれだよ、あの、色だ、色も違うんだよ。色。ああ、俺はな、あの、黒注文したのに、お前、ピンクが届いちゃってんじゃねえかよ。はい。こっちはな、部屋のインテリア考えて黒注文してんだよ。何ピンク届けてんだよ。ふざけんな、こんな野郎。大変申し訳ございません。おい、それだけじゃねえぞ。はい。ああ、そもそもな、はい、俺ちゃんと毎日よ、あの、エアロバイク毎日毎日ちゃんと乗ってんのによ、はい、全然痩せねえじゃねえか。詐欺か、これは。すみません。あの、すべてきっちり、あの、対応させていただきますので、すみません。おい、ちゃんと対応しろよ。はい。おい、ちょっと俺トイレ行ってくるからよ。はい。お前切るんじゃねえぞ。そこで待ってろよ。はい、わかりました。なんかありました？エアロバイクのクレームだ。あ、そうなんです。なんか大変そうっすね。お前なんか楽しそうだな。いやいやいや、全然楽しくはないですけど。大変そうだなと思って。まあでも大丈夫だろう。今までありとあらゆるケースのクレーム対応例がこれらに書いてある。うん、なんとかなりそうだ。まあ一番焦っちゃうのはさ、前例のない、今までないケースのクレームが来た時なんだ。うん、なんとかなりそうだ。あとさ、正直このお客さん、あんまり頭のいいタイプじゃない。え？こう、ガン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 ガミガミ言ってくるお客さんは意外とたやすいんだよ。困っちゃうのがさ、この会話の端々にこう知性を感じさせる賢い人からの電話が一番困るんだよ。説得に時間かかるからな。問題なさそうだ、これは。賢い。おい。はい、もしもし。お前本当なんだよ、欠陥商品なんか届けやがってよ。はい、あれだぞお前、まさに今俺はよ、ゴリ夢中だよ。ゴリ夢中。うわ、はあ、あれだ、家族も、もうすげえがっかりしてよ、家の中で俺まさによ、四面楚歌だよ。はあ、そうですか。ああ、そうですかじゃない、お前意味分かってんのかもね。ああ、はい、なんとなく大変だってことは大変申し訳ございません。 あの、ちょっと順番に対応させていただきますね。まず、ペダルですよね。ペダルが、待って待って待って、はい、ペダルだけじゃねえぞお前。はあ、あれだ、あの、サドルも取れたんです。サドルですね、わかりました。サドルは今どのような状態ですか。ちょっと待って、待てっつってんだよ。はい、サドルあれだぞお前、ただ取れたんじゃねえぞ。はあ、あのな、
サドル取れたのに気づかねえでそこに乗っかっちゃったからよ、うん、でお前むき出しの棒に俺ケツ刺さってよ、うん、で痛みで飛び上がって天井に頭ぶつけたんだ。大丈夫ですかね。どんな状況ですかそれ。大丈夫ですか。大丈夫じゃねえから電話してんだよ。大変申し訳ございません。申し訳ねえじゃねえんだよ俺は。分かったらちゃんと対応しろよ。あもちろんでございます。すいません。あちょっとよ今宅配便届いたからよ、はい、お前電話切んねえそこで待ってろよ。はいもちろんです。どうなりました。なんか漫画みたいなこと起きてるよな。漫画みたい。 あれですか、前例のないパターンが来たってことですか。これはさすがに前例ねえな。前例ないの来ましたか。なんでテンション上がってんだ。いやあそっか大変だな。あーごめん今クレーム対応中だ。どうした。え親父が、うん、倒れた病院今。ああそうか、分かった。どっかされた。いやうちの親父がなんか庭仕事さしている最中に倒れて今病院に運ばれたって。え、はあ、何やってるんですか。早く病院行ってくださいよ。いやだってお前。だってじゃないでしょ。早くお父さんのとこ行ってあげてくださいよ。お客様怒ってるんだぞな。いやお客様よりお父さんでしょ今は。私はなクレーム対応課の課長だぞ。お客さんが怒ってんの放っていけるか。いやいやこのお客さんの怒りが静まってそしてクレームをきっちり処理してから親父のところに行くよ。はあ、真面目だなおい。ああもしもし。ああお客様ですか、うん、大変申し訳ございません。ああもう大丈夫だわ。大丈夫。ああもう全部解決した。いやそういうわけにはいきませんので。いや大丈夫だから。まずあれですよね、色違いのピンクが届いてしまったんですよね。いやいやああそれな。はい。それなんだけど、ああもう大丈夫だ。大丈夫。部屋をさ全部ピンクにしちゃうから。エアロバイクを中心に模様替えするんですか。ピンク好きなんだ。ピンク好きなんだ。そうですか、うん、あとそうですね、毎日毎日エアロバイクに乗っても全然運動効果が見られない、痩せないっておっしゃってましたよね。ああそれな、それなんだけど、ああいやいやよく考えたらそれはそうなんだよ。え俺さエアロバイク乗りながらずっとラーメン食べてたわ。ラーメン食べながら乗ってたんですか。ああとそれからペダルこいてたらペダルが外れて足を怪我されて血を流されてるんですよね今ね。ああそれなんだけど、ああそれも大丈夫だ。え俺さ昔から基本的に足から血出てんだよ。病院行った方がいいですよそれね。あとにかく大丈夫だから。いやいや大丈夫なんですか。これからもお宅の商品買わしてもらいますね。うんそれじゃあね。あどうなりました。いやなんか分かんないけど納得してくれたよ。納得してくれた。あじゃあ早く病院行った方がいいんじゃないですか。悪いな行ってくるわ。はい、うん親父貧血なんだ。よかった大丈夫なのね。あ分かった、うん申し訳ない。悪い、なんか親父ただの貧血だったみたい。貧血だった。あーよかったよかった。よかったですね。はあ、あそうだお前ほら昨日までの停止期限だった始末書早く渡せ。あすいません忘れてました。何やってんだお前。すいません昨日までだぞ。明日の朝日持ってくるって言ったじゃねえかよ。いやほんとすいません。お前ミスマスでは約束も守れないの。いやすいません。お前うちの親父の心配してる場合かよ。お前自分の心配しろよお前バカ。早く始末書書け。何やってんだよもう。いやそんな言い方。はい、お客様相談センターです。おい、これ。はい。ごめんとこの商品ボロボロじゃねえか。どうしてくれんだこの野郎。大変申し訳ございません。具体的に何をお買い上げいただいたんでしょうか。具体的に、はい、あれだよ、腹筋振動ベルトあるだろ。はいはい。あれお前壊れててよ、ええ、なんだ、あ、感電して火傷しちゃったじゃねえかよ。あ、大変申し訳ございません。それだけじゃねえぞ、この野郎。はい。あと、ルームランナーあるだろ、ルームランナー。はい。あれがよお前触ってもねえのに急に倒れてきてよ、はあ、子供が下敷きになって大怪我でどうしてくれんだこの野郎。大変申し訳ございません。申し訳ございませんじゃねえんだよこの野郎。はい。あおいいか、はい、お前よちょっと今よキャッチ入ったからよちょっとそこでちゃんと待ってろよお前。金じゃねえぞ。はいもちろんです。はあ、なんかありましたか。いやまたクレームだよ。なんか今日クレームいっぱいで大変そうですね。おなんでテンション上がってんだよ。だからいやいや上がってないです上がってないです。あそうだお前さ仮にこのお客さん対応しろ。は？もうよく考えたらお前全然実践経験が足りないんだよ。いやいやいや。なんか今キャッチ中みたいな。いやいやいや。戻ってくる。このお客さんちょっとお前ちゃんと謝れ。いいからお前やれそれ。いや。な、ちゃんと謝んだぞ。キャッチから戻ってきちゃうから早く。ちゃんと謝れ。早く。お電話変わりました。うちの商品のことで大変ご迷惑かけてるみたいで本当に申し訳ありません。はい。はい。すいませんでした。
失礼します。ちょ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 、何やってんだお前な、ええ、何切ろうとしてんだよお前。いやもう解決したんだ。解決するわけねえな、ものすごい怒ってたんだぞ。いやいやもう全然落ち着いてらっしゃる。落ち着いてねえ、ものすごい剣幕でな、ものすごい口調で怒ってたんだぞ。いやそんなことです、もう今は穏やかな口調になってますね。そうつけよお前。もしもし、もしもし、もしもし、あれ先ほどのお客さんですか。はい、大変申し訳ございません。いえ、全て解決しました。もう解決でよろしいんですか。はい、先ほどかなり怒ってらっしゃいましたけども大丈夫ですかね。大丈夫です。先ほどの彼の対応が素晴らしかったので全て解決しました。ああ、そうですか。はい、先ほどの方はあなたの部下でしょうか。ああ、そうです、部下です。ああ、彼の対応は本当に素晴らしい。そうですか、褒めてあげてください。ああ、わかりました。あれですね、褒めるだけだとあれなので、その何か形に残るものを残してあげてください。形に残るもの、そのキープ的なものとか。キープですか。はい、彼がいなかったらこれは大問題になっていた、ですからキープをあげてください。じゃあ検討します。検討ではなくキープをあげてください。わかりました、約束ですよ。あ、はい、わかりました。はい、それじゃあ失礼します。はい、変わった客だな俺。課長。うん。いや、課長。なんだよ。いや、なんだ。いやいや、課長だなと思って。何言ってんの。いや、いや課長。なんだよ。なんかこう忘れてません。なんだ忘れてるって。いやなんかこう僕にこう渡すものとかないですか。あるよ。これ渡されてって知ってるってことは中身も説明しなくていいようだな。ありがとうございます。なんでありがとうなんだよ。なんでお前喜んでんだよな。嬉しい。嬉しいってなんでだよな。うわ、どっか行っちゃおうかな。どっか行くんだよな。そうだ、北海道とかいいな。鳥取だよ。1週間ぐらい行っちゃおうかな。3年行ってもらうよな。いいか課長。なんだよ。一緒に行きません。なんでだよな。なんで一緒に行かなきゃいけないんだよ。息子。あ、じゃあ彼女連れてっちゃおうかな。ダメだよな。お前一人で行け。いいか、これな、本当はな、私は社長から預かってたんだよ。で、君に何かあった時にすぐ渡せって言われてたんだよ。それをな、私の一存でずっと懐に留めといてあげたんだぞ。なんで懐に留めてんすか。すぐくださいよ。なんでそんなすぐ欲しがるんだよ。な、なんでそんなこんな移動の事例欲しがるんだ。そんなにここで働くの嫌なのか。は？たく、移動の事例ってなんすか。え？え？鳥取営業所？そうだよ。え？事例？鳥取に3年行ってこい。お前はミスが多すぎだ。は？もう一回一から鳥取で出直せ。たく、早く荷物まとめろバカ。俺散々止めといてあげたんだぞ俺。お前のミスのせいだから。はぁ。はい、お客様相談センター。はい、これや。お前んとこの商品どうなってんのこの野郎。申し訳ございません。お前の会社火つけんのこの野郎。すいません、少々お待ちいただいてもよろしいでしょうか。すいません、ちょっとお待ちください。あ、おい、小島。はい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 。ちょっと変わってまたこのお客さんお出しろ。はな。いやいやいや、お前どうせ暇だろうな。いやいやいや、暇じゃないです。僕他のお客様のクレーム今対応中なんで、ちょっとそっちテーマ回んないですね。いいから、俺それ変わってるから、お前こっちのお客さんちょっと対応しろ。いいから。いやいやいや、無理です。もうブチ切れてらっしゃるんで、ちょっと急に変わんない方がいいです。大げさなんだ。いいから変われってよ。いや本当です、今にも何しでかすか分かんない感じなんで。これはいいか、今にも何しでかすかお客さんがいるわけねえだろ。稼いいから、お前こっちを対応しろ。いいから。もしもし、もしもし、お電話変わりました。あ、これはぶち殺すぞこれ。いいか、お前今からよ、お前んち調べて家族全員ボコボコにしてやっかんだもんね。小島。お
前お客さんなんちゅう口の利き方してんだよ。いやいやいや違う、なんでお前なんちゅう口の利き方してんだよ。お前首だからな。首首だよ。ちょっと待って、なんだよ。ちょっとお前違う、落ち着いてきて。なんだこれは。違うんです、こうあえてお客さんにこう強く言うことによってあのクレームを処理するという高等技術なんですよ。そんな技術あるわけえだろ。せもしもし、お客様、もしもし、もしもし、もしもし、大変申し訳ございません。もしもし、もし、もしもし、あ、もしもし、大変申し訳ございません。もう解決したわ。え、先ほどあのうちの部下の者が大変失礼な口調でお客様にあのお答えしてしまって申し訳ございません。いや、あれだな、逆にあれぐらい強く言ってくれた方がさ、逆にすっきりするってもんだな。いやいやいや、かなり乱暴な口調でしたけど本当に申し訳ございません。いや、いいんだよあれだよ。え、あのよ、はい、まあこんなことを言うのもあれだけどよ、あんたみたいなさ、なんかマニュアル通りのこの冷たい対応されるよりさ、先ほどの彼みたいに、まあ多少言葉は荒々しいけどさ、なんていうか心のこもったこう熱い叫びみたいなこう言われた方がね、なんかこう心に染みるってもんなんだよ。あんたもな、ちょっと仕事の仕方考えた方がいいな。ああ、はっきり言ってな、お宅の商品買うのをやめようと思ってたんだけど、さっきの彼のおかげで、あの熱い言葉のおかげで、あ、またお宅の商品買おうって思ったよ。ありがとうございます。彼見習えよ。あ、じゃあな。ね、大丈夫だったでしょ。大丈夫だったですよね。首やめてくださいよ。大丈夫ですよね。もちろんだ、首にはしない。お客様相談センター。はい、エアロバイクの電源が入らない。は、どのような状態でしょうか。お客様、説明書の1ページ目はお読みになりましたか。そのための説明書なんです。こんなことでいちいち電話してくんだ。こういうことだよな。いやいや、ちょっとこういうことだろ。ちょっと言い過ぎ。こういうことだよな。ちょっと言い過ぎな感じが。こういうことだろ。いや、ちょっと強いなそれだと。はい、お客様相談センター。エアロバイクに毎日乗ってんのに痩せない、本当に毎日乗って痩せないだとしたら、あなたの食生活に問題があるんじゃないですか。生活態度を見直せ。いやいや、強い強いな言い方。いや、ちょっと言い過ぎだろ。いや、ちょっと抑えた方がいい。はい、もしもし、子供が怪我した。子供は怪我するもんなんだよ。いや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 、いいか、傷口に唾ぶっかけて赤字塗っとけ。いや、言い過ぎですよ。電話してくんだ。言い過ぎ。